Twitter. Project X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 . Jedi Fallen Order. あ、間違えた。ジェダイサバイバーゲーム実況配信、ゲーム実況配信、よし、マイクテストも OK です。じゃあやります。やります。ヘッドホンです。左のシンボルがかすかに見える状態までスライダーを動かしてください。どっちに行ったらどうなるの？これ。左のシンボル、帝国のマークの方か。かすかに見える。この辺かな？描画距離、カメラ距離と視野角は、画面から遠くにいるか、近くにいるかに合わせて調整できます。遠い。アンビエントカメラの揺れオン。追加の設定。Twitch. 次の世代のジェダイ。ああ、そうだ。ホールオーダーであれ壊したんだよね。最後。我々は逃亡者を追っている。それもただの反逆者ではない。裏切り者、ジェダイオーダーの信奉者なのだ。やめろ！見てみろ。ライトセーバーだ。俺は長い間。一人だった。正体を知られるのが怖かった。過去一人ではない。これからは。いや、ビディは俺わかる。俺の飯にレーザーを向けるな。俺もずっとそれが知りたかった。ちょっと揺れたくらいじゃ死にはしないぜ。メリンだったな。私はずっと一族の復讐の機会を待ち続けてきた。俺も全てを失ったことがある。ナイトシスターとジェダイの道は異なるけれど、残った者同士助け合う。ジェダイオーダーの運命は君にかかっている。人生は無理にでも人を前に進ませるものなんだ。オーダー66を実行せよ。待った、やめろ。ジェダイは誰もがダークサイドに誘われる。新たに作り出せる、もっと良いもの。お前も裏切られる。帝国は誰にも止められやしない。痛みのおかげで私は強くなった。強い憎しみだ。これで終わりではない、友よ。必要な過程の一つなのだ。戦いを諦めない者には必ず希望が宿る。絶対に忘れません。教えに感謝します。そして犠牲にも。フォースの意志にのっとり、カルケスです。はて、ジェダイの騎士。忘れるな。フォースだけを信じろ。次はどこへ？
フォールンオーダーが終わったところからだ。フォールンオーダーはもう去年じゃないな、一昨年やってめっちゃ楽しかった。敵からのダメージ、敵の攻撃、ナイトでいいでしょう。パダワンにするか。いや、ナイトでいいでしょう。よし、ちょっと待って、お茶飲ませて。えい、捕まってんじゃん、いきなり。あ、わざと捕まったんか、もしかして。スターウォーズ結構そういうのありがちなんで、敵の施設に侵入するとき、わざと捕まって侵入するっていう、やり口がね、結構よくあるんで。老けたね、カルケスティス。あそこが帝国最高議会、確か。帝国軍じゃなくて賞金稼ぎだ。なんかここ見たことあんな、1313かなんかで見た。1313自体がキャンセルになったから、そのシーンをここで再現してる説ある。1313ってなんやねんって思った人はググってください。上からもう一機船が出てきたら1313のオマージュだと思う。あ、来なかったね。さあ、どうなる？どうなる、どうなる？どうなる、グリーソン。ここから操作できんのか。それで引き渡し場所は？こいつのリアクションおかしかったな、今。そうね、でも元老議員は捕虜を奪って私たちをスカイレーンに突き落とすことはできるでしょ。さらに起こしたくないわけか。その通り、
ベイダーを出し抜こうとしてるなんて。ずいぶん危険なゲームを議員は遊んでるわね。俺たちもかなり危険だ。議員の命令により、この区域は封鎖中だ。こっちだ。誰か侵入しようとしてる。気のせいか。スージャン、スージャンか。まるで迷路を迷うネズミね。気に食わないわ。計画通りにやれ。大丈夫。報酬が良ければ何でもするわ。ブルーオブドロイド。今ちょっと唇がカサカサで、ちゃんとまともに喋れなかった。ちょっと喧嘩やめなよ。レベル2046もひどいありさまだ。戦争には金がかかる。民間人にやる金はないってことだ。なんかあった。銀河では生きていくの大変なのに。帝国は違うことを言ってるけどな。セジャン、だというと、テロリストがあなた方の故郷を脅かしている今、排名などできますか。まさか元老議員に会えるなんてね。素敵だわ。あれなんだっけ、種族的にあいつと一緒じゃん。大尋問官と一緒の種族だ。外出禁止令。追って連絡があるまで所定の場所に避難してください。指示に従わない者を拘束し投獄します。こっちだ。じゃない、あれか。お前らはここに残れ。話が違うぞ。変更があった。ダメだ、俺がいなければ取引はなしだ。お前だけだ、他は待て。言い返さないのか。それぐらいにしておけ。それでどこで見つけたんだ。ナイトマーケットで見つけたんです。シャグリアンの商人から電磁プロトン爆弾を買おうとしてたんですよ。どうやって捕まえた。ジェダイも睡眠が必要です。俺らと同様。元老院議員はお前に会いたがってたぞ。どうなるか楽しみだ。ファンに会えて嬉しいよ。いた。ひでえ。血を出すな。出させてもらう。囚人には死んでもらっては困るからだ。議員は捕虜を生かしておけとしか言ってない。まだ息をしてるだろ。お。ではいないな。大丈夫です。そうか。ベイダーの犬がいるからな。最近はジェダイも珍しい。他には何がある。なんだ。ライトセイバー。金を渡せ。シングルブレードライトセイバーだ。また一緒にビジネスができればいいですね。反逆者のジェダイ、カール・ケスティス。ずいぶん有名になったものだ。武器庫を破壊して補給線を寸断した。これをみんなに見せびらかしていた。ノーシッドでのクーデター。お前の仕業だな。どうしてほしい。自白か。ソーゲレラの仲間って知ってるだろう。
おう、そうゲレラ。皇帝に連れてく前に残りのジェダイの場所をお前から聞き出す。いない、俺だけだ。そうか、本当か。どの道わかるのだ。今なら話すだけでいいんだぞ。見ろ、他の道具の用意もあるのだ。それかお前が好きなこれだ。お前のマスターのだ。ジャロタパル、反逆者だ。お前のようないつか子孫たちはこの棒切れは何かと聞くだろう。これは傲慢によってこの世から消えてしまった組織の異物なのだ。傲慢は多くの人が陥る罠だ。そうか、BD1 言ったよね。お前をバラバラにしても皇帝は気にかけまい。何、本当に捕まえられるとでも。船に軍事機密を隠しておいたはずだ。持ってきてくれて助かる。よし、ビディ。殺してやる。できるかな。L2 でプル。あ、操作一緒？操作はあの、フォールオーダーの時と一緒かもしんない。L1 でガード。はい、操作は一緒だね。これだけか、キー出てこい。話を聞けようじゃないか。あ、やべ、ミスったタイミング。オッケー、オッケー。あー、もう今 L1 押したって。やった。操作はフォールンオーダーと一緒ですね。逃がさないぞ、議員さん。あれ、引っ張れる？やあ、おかえり。すげえ、BD1。ちょっと早くないか。かなり早い。捕まえ。お。大丈夫だ。よくあることさ。船に乗らないと。どっちだ、こっちか。こっちか。危なかったな。大丈夫だ、BD のせいじゃない。絶対捕まえるさ。うん。この状態だとガードできないんだよね。わお。あ、そういう展開？あ、宝箱。よし。ペイシェンス、忍耐。なんか今出たな。なんか今出たんだよな、下キー。スキャン、これか。開けられない。開ける道具なんてないよな。で、これは何？何でもない。で、
あそこ開ければいけるんだけど、多分ちょっとここで操作をおさらいしたい。 R1 ってなんだっけ。 R1 ないか。 L1 ガードで、 L1 をしながら三角で、あ、 OK、 あるね。まるでステップで、ステップ格闘、ステップ格闘。あ、なんだこれ。あ、そっか、まだダブルブレードじゃないからあれか、あの分断攻撃はできないか。よしよし、帝国より先に船を見つけないとな。あるぜ、そこに。どうやって行くんだろう。こっちか。安全なのでしょうか。本部からの指示に逆らうつもりか。いえ、ただ挑戦する。バイバイバイ。あれ、蹴りない、蹴りない、蹴りがなくなってる、蹴りオミットされてる。元老院議員の情報には価値があるといいんだが、お前は諦めないんだな。どっちだ、こっちか。ちょっと待って、逃げられちゃう。どっち行けばいいの。下なわけねえよな。こっちっぽいんだよな。あ、ここだ。で、あ、ここだ。なんか掴む時の L に押さなくていい、もしかして。まるで飛び降りる。ああ、はいはいはい。フォールンオーダーやったのさ、一昨年だからさ、ちょっとあんま覚えてねえよ操作。あ、瞑想できる。スキルポイント、休息、休息するとライフ回復。ライトセーバー、サバイバル、このカテゴリーなかったよね昔。昔っていうか、あのフォールンオーダーで。フォース、ライトセーバー、ライジングストライク。三角を長押しするとリーチの長い一つ攻撃を繰り出す。月ってジェダイで禁止じゃなかったっけ。まあいいか。フットワーク強化、サイクロンスラッシュ、二重反射、空中強襲、ダッシュストライク、エアリアルダッシュストライク、エアリアルエース。まあ、見てみよう。あ、月だよねこれね。ジェダイで、あの基本的に人間に使っちゃダメって言われてる月です。あ、わかんない、ケースによんのかな。ケースバイケースで使っていいよっていうことになってんのかもしんない。これはアンロックできない。もうスキルポイントゼロ。フォースのやつはなんか新しいのあんの？ダメだ、まだ見れない。ライフ回復しとくか。回復するかな。じゃあ行くか。回復って上キーでいいんだよね。変わってないよねその辺。これか？違うか。こっちだ。誰を探してるんだ？容疑者は
届く、届かない。何今の。よし、置いていくぞ。何何、なんかあった。スキャン。H。 H だっけ。 H じゃない、アッシュって読むんだっけこれ。英語の H と同じ。びっくりした。怖いのか。急にいるなよ。ちょっと待って、多分正規ルートはこっちなんでしょうけど、ちょっとそっち探索したいな。こっちだったりして、正規ルート。こっち登れる？無理だわ。ヘルミ、オッケー。あれ、こっち正規ルートか。じゃあちょっと探索したいのよ。おじさん、探索したいんですよ。ここ登れたりは。ここ調べたの何だったんだ。ちょっと待ってね。四角四角四角。アイテムボックスに。アイテムまだあんな。じゃあ。さっき調べたのって何？アビリティ、プッシュプル、ジャスト回避、シングルブレード、ダブルブレード、クリーピングスイング、ライトセーバースロー、ライジングストライク、ほんほんほん、え、ちょっと待ってね。パワードジップライン、三角、あるに、あ、これか。あ、これはフォールンオーダーからあるよね。ほんほんほん。こういうこともできるんだ。BD1、スティームキャニスター。これはフォールンオーダーと一緒ね。スタンス、これか。さっき見つけたのって、ああ、不老者キャンプ、これだ。コルサンタの地下社会は容赦のない場所だが、貧困にあえぐ人々の避難場所でもある。路地裏の小屋やキャンプは珍しくもなく、帝国の下にははびこる、不平等の現れである。へえ、今コルサント、こっち正規ルートなんで、一回調べ物、探索を、探索オーバーさせていただきたく、早漏。あ、今のあの、なんとかで早漏みたいなあの、言葉のやつなんで、あの、僕が、その、早いとか、そういう、あれではないんで、よろしくお願いします。いけね、上はいけない。待って、足しびれた。左足がしびれた、なぜか。ちょっと待ってね。ソファーがさ、
ちょっとぶっ壊れてんだよ。ソファーっていうか座椅子なんだけど、ぶっ壊れてさ、中の骨組みがさ、ちょっと出ちゃってんだよね。この感じ懐かしい。いますね。ホロマップがアンロック。はい。ナビゲーション。はい。グッズ。はい。船はあそこだな。まだ浮いてる。その通りだ、BD。絶対捕まえるぞ。OK。そしたらこっちよ。あ、敵がいますね。敵がいる方が進行方向です。シフトが終わったら何か食うか。ああ、ターボドックに行ってもいい。スクラッタで使っちゃえと聞いたぞ。それはあくまで噂だろ。よし、じゃあ、あのヌードル屋はどうだ？アウガーアレイは休業中だ。ちょっと話聞いてたい。はい、あいた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 。よし、探索。ここも登れそうだな。無理か。無理そうだな。向こうへ行けそうじゃない？なんかこっちからは無理か。上から来んのかな、あれ。まあいいや。スローって使えないのかな、もう。はい。まだ奴を追えるはずだ。こちらが圧倒的に有利だ。ちょっと投げらんない。OK。これは何？これは何？発電ポイントについて。いたぞ！発動開始！OK。登れない。おお、そういうこと。そろそろだ。大丈夫か、ビーディ。え、どこがそろそろなの？下を見るなよ。BD-1 怖いとかないでしょ。そこまでだぞ。遅かったな。まあ、ボード寄り道をな。いろいろ見てた。コルさんとは久しぶりだ。うん。うん。悪いな。これも仕事だ。
ドックが崩壊した時終わりかと思ったぞ。少し邪魔をしてやるか。ああ、みんなは船に向かってる。現場で落ち合う。ここからは通信なしってブラボーが言ってた。ブラボーが言うならしょうがない。ブラボー誰？シア。あ、ショートカット。へえ。クーブとリズは今頃腹ペコなんだろうな。腹ペコのクラトイニオンか。ええ、想像したくないな。いつかカリダの仕事の話をしてやるよ。あの工場が船を止めたか。ついてる。護衛艦がない。こっちにもなんかある。みんながちゃんと足止めをしてくれてる。待たせるのはやめよう。さあ、どうするか。これじゃダメか。周辺環境を見渡し、ボードがインタラクトできるオブジェクトを見つけて歩いて。あれか、ちょっと待って、もうちょい探索しよう。何もないか。ここ何もなさそうだな。あの箱を落とせると思うか。試して。準備よし。あ、そういうこと。あれが邪魔だったからっていうことか。タイミングよく押すんじゃないんだ。ジェットパックは便利だな。お、すごい。マンダロリアンじゃないでしょ、ボードって。誰にそんな技を教わったんだ。俺のマスターだ。何度失敗しても優しく指導してくれた。いい人だったんだな。ストームトルーパー巡回だ。俺たちを探してるぞ。船には近寄らせるな。船があそこか。ちょっとこっち側ちょっと調べよう。あ、行けない。後で来るのかな、ここ。あ、なんかある。何かあったぞ。半分よこせよ。登れねえな。登れないね。ここか。違う。ここ足が滑るんですよ。ほら、どっから登るんだ。おお、え、ちょっと待ってね。見事だ。ジェットパックなんかいらないな。待って、なんかある。ケーブルが見えるか。任せろ、ケスティス。おお。あれ、こっち正規ルートじゃないよね。正規ルート来ちゃってたらごめんなんだけど、マジで探索したいんだ。上なんかある？ない。探索したいんですよね。下の通路を開けました。これ多分この下のドアのところへ行くのが正規ルートで、ここ行ってなんかあるんだよな。そこになんかあって、これ宝箱じゃない。下にバケツ野郎どもだ。避けるのは難しいな。じゃあ強行突破するまでだ。いつでもいいぞ、ケスティス。ちょっとさ、これ正規ルート、もしかして。じゃあドア開けたところ入りたいんだけど。じゃあ一回戻りましょう。戻ります。え、これ戻れない、もしかして。
戻れない、これもう戻れない、あ、やらかした、くそ、何今の、もう戻れない、やばい、あ、ドアの方が正規ルートだと思ってあれしちゃったけど、あ、いた、もう大丈夫そうだ、これは何、トルパーが来るぞ、奴らの裏を書いてやろう、もちろん合図を待つ、R1をしながら四角を押すとボードにターゲット指定した敵を攻撃するよう指示する、はい、今だ、くそ、まだ来るのか、ヤツに攻撃を止められている、逃げても無駄だ、あとちょっとだ、倒せ、 OK、 なるほど、腕は確かか、ああ、お前もな、ドロイドの言葉は分からんが、そうだな、BD、お前もよくやった、うん、どうやって戻ればいいの、あそこ、戻れない。まあ行くしかないよね。あとで戻ってこれるでしょ。なんだこれは。気のせいか。船はすぐそこだ。で、橋は建設中ってわけだ。あっちを試そう。お前俺の心を読んでるんじゃないだろうな、何すんの、お、よし、クソ便利やん、ボード、ローカルディレクトリー、ディレクトリーは惑星をめぐる物流の整理と可視化に便利だ、現在帝国の拡大により輸入ビジネスが影響を受け、コルサンとの地下社会で品不足が発生している、うん。定期的にさ、こうマップ見ておかないとさ、赤い扉もあります、後ろでこれつながってたりする、あの向こうの扉と、黄色の方が多分正規ルート、一旦左行きます、探索しよう、探索しよう、ボード、ああ、もう誰も住んでないようだ、この数年でコルさんとも随分変わったな、最近は外に出るだけで帝国軍に何か言われる、ここは開きません、ゴングドロイドもいる、通れないぞ、で、多分ここショートカットやろな、空飛べんのいいな、髪ボサボサになってる、あ、気のせいか、噂をすればあのパトロールは避けよう、同感だ、いっぱいいる、バーだな、デシズヌードル、コルサントの地下街で人気のチェーン店デシズヌードル、
戦闘が近いぞカル。お前がやる気なら付き合うぜ。おお。一緒にやるな。ファイト。ああ、偵察ドロイドは嫌いだ。俺もだ。行け。おお、そんなんあんの？片付けたぞ。そんなんあるんか、このゲーム。ここは？ああ、そういうこと？どうすんの？届く？これ。そうですよね。そんな気はしてました。L さんと R さんで。なんかところどころ1313の PV で見たような動きが見れるな。あーやばいやばい、こんなことしてる場合じゃないよ。あ、いた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 。ナイスー、強ボード。俺らに盾つくべきじゃなかったな。回復がいる、相棒。ちょっと待って。ああ、あっち宝箱ある。宝箱あるです。宝箱開くです。これは何ですか？何これ、開けない？お！こっちは？上に上がらないとな。何か案は？そういうこと？ BD があれを落としてほしいみたいだ。ドロイドからも命令されるのかよ。うん。こういうやつね、こういうことね。これはフォールンオーダーでもあったわ。飛んでる、ずっと。皇帝はジェダイテンプルを乗っ取って自分の宮殿に改造したんだ。それが帝国の趣味だからな。大好きなものをもう見るに耐えないものにしちまう。これ何？瞑想場。あ、瞑想場あった。あれ？俺あそこ瞑想してない？まあいいか。いや、スキルポイントねえし。おお、危ねえ。スキルポイントねえし、いいか。まあね。
構ギリギリでしたよ。カルケスティス、カルケスティス。結構ギリギリでしたよ、カルケス。カルケスティス。ソーゲレラとはいつから仕事をしてるんだ。長くはない。いろいろな仕事を。うちはいけない。彼はお前に感心したんだな。すごいことだ。俺は腕に自信がある。それに必要以上のことは。この組み合わせで大抵うまくいく。あれ、あ、戻ってきたっぽい。戻ってきたっぽいけど、ショートカットはないですと。切る。L2。にゃん、なに。おお、そっち。そっち行った。予想外のところ行った。あのクレーンを使えば橋を渡れるかもしれない。うん、帝国の道具に感謝だ。ここか、ショートカット。ショートカットが、ちょっと待って、ここで。こっち行ってない。こっちで戻れる。瞑想場所ってどこだ。さっきの出てた瞑想場所。ええ、結構戻んないとダメ、もしかして。じゃあいい、じゃあいい。敵か。敵です。貴様の力を見せろ。生かすものか。どうやら死にかけのようだな。いいぞ、ボード。銃は剣よりも強し。ボード強っ。で、こっちがあって。で、下行ってないです。一回そこ開けよう。ショートカットかもしんないね。ショートカットです。ここ戻るとどうなる。あ、瞑想場所まで戻れる。ちょっと待って、スキルポイントは、スキルポイントは、スキルポイントねえんやけど。スキルポイント1だ。ちょっとスティムがないんで、やっぱ戻りましょう。スティムが欲しい。違う、後ろだった。こっちだ。ここだ。これだ。ワン、ツー、スリー。これもしかしてなんか変えられるっけ？スタンス変更。スキル。スキル。サバイバル。1個のスキル習得可能。ライフの最大値増加。シングル、ダブルブレード。なんかいっぱいあるスタンスが。あれか、あの尋問官のあの扇風機みたいなやつも使えるのかな。あ、違う。こっちがダブルブレード、こっちがスプリットセーバー、ここが、なんだ、なんか扇風機みたいなやつ。最大フォース、レンチングプル。
でも最大値かな、ライフの。はい。で、休息。よし。ライフもスティムも回復。でもって、ショートカット開けてるから、ここからすぐに行けるよね。あ、敵だ。いた。はい。あ、ワールド。え、ザワールド中もボードが普通に動けてるの、すげえ。ここ登れそうじゃない？あ、登れない。お、これは上物だ。パイロライトのかけら。適切な商人と交換して報酬を受け取る。ここにいたか。あ、いや。びっくりびっくりビンビン。不思議な力が湧いたらどうしよう。このガラクタが光線開始。おお、不思議な力湧いてるよ。不思議な力。よし、はい、会いたい。これは想定外の動きです。後悔することになりますよ。どうぶの取るに足らない相手で、会いたい、会いたい、会いたい。今 L1 押したって、あ、もう避けなきゃ。やるぞ。ナイス、いける。強い。本気で嫌われてたな。あいつもお前が好きじゃないってさ。うん、上に行く道はどこだ。周りを探そう。何？何か見つけたか？なんだ？矢尻？これ使う昇降機ケーブルだ。直せるか？ケーブルが擦り切れてる。でもこれなら直せるはずだ。おう。絶対それ置いてる間になんか襲われるでしょ。帝国と戦ったのか。なあ、ウォーカーで帝国の監獄を一人で破壊したらしいな。それは BD だ。二人でか。仲間もいた。クレジット狙いか、あんたは。クレジットもいい。だが娘の肩だ。絶対人質にされんじゃん。これ会えないんだが養ってる。会えないのは辛いな。うん。母親はもういない。帝国軍の手に。すまない。また犠牲か。毎日な。使えるか。大丈夫。元解体屋だ。若いのに苦労したんだな。生きるためさ。そうだな。ほう。アッセンションケーブル。回復して。具合が良くなった。ここじゃない。どこ？上だっつったけど、いや、わかんねえよ。
どこさ、どこさ、エキサエンさん。昇降ケーブルは使えそうだな。よし、その感覚を忘れるな。オッケー。なんかどさくさに紛れてしょうもないことを言ってしまった気がする。回転させられるな。簡単だったな。橋に戻ろう。みんな無事だといいが、ギャブスはあまりにも待たせたら退屈しのぎに帝国軍のサーバーにハッキングしちゃうかもな。そんなこともできるのか。彼女ならやるだろうな。シンジケートで訓練を受けたが、あれ、彼女はこっち側だ。ジャンプしてこうか。ブラボーは共和国のために働いていた。元軍人か。なる。空部やリストはいつから働いてたんだ。ノーシッドのカンティーナで賞金稼ぎにはめられたんだ。そしたらリズたちが奴を火山に投げ落とした。それから大の親友だよ。いろいろ探索したいんですが、結構広すぎてマップが。あれ、さっきの瞑想場所戻ってきてね。あ、さっきの瞑想場所だ。これはどうやってやんの？これはなんかすんの？向こう側からなんかやんのかな？あ、そういうこと。こっちに戻って。優秀な仲間だ、ケスティス。俺も役に立てる。元老院議員に近づけたのはお前のおかげだ。俺の取り分を倍にしたいような、そう聞こえたよな、ビー。はい、このフックショットのおかげで少しだけ難易度は上がったけど、アクションにこう幅が出たね。元から面白かったけど。どんな仕事でも計画通りにはいかないな。簡単すぎると楽しくないだろ。これで戻れるんだ。少しおしゃべりだが戦いは強い。いいじゃないか。ギャブズが船をハックした。議員は助けを呼べないが監禁状態だ。合鍵くらい用意しておけよ。カルはどこ？バティスタ、バティスタ。あ、やっぱみんなグルだったんだ。あんたが惑星を作ってる方にかけたのに。俺の分け前は？カル、死んだらマンティスをくれるよね。すまないが俺の船じゃない。うん、で計画は？サイナーラムシディアン級だ。議員は個人端末に軍事機密を保存してる。これで帝国に対抗できる。問題はキャビンの強化扉だ。リズたちでも開けるのは無理だな。どうやって入る？あなたは船を着陸させて、そして私はハックするわ。この可愛い女子とね。移動手段を確保してこよう。やるぞ。船でクルーと合流する任務完了。結構行けるところが結構あるんで、ちょっとまず何したらいいかしよう。あ、ショートカットが解除されて、これで瞑想し放題だと。で、赤い扉あります。ちょっと引っかかってます。船が捕まえてる状態か。で、ここは入れません。こっちから来たんだ。そうかそうか。まだ登れないんで上から登り、
俺も手伝おうか。お、すごっ、すごっ、ありがとう。やるじゃん。何やってんの。ブラボーによるとあなたたちまだ指名手配よ。はいはいはい、次は喧嘩を売る前に相手がシンジケートのタトゥーをしてるかチェックすることね。シンジケートのタトゥー、あるじゃん、レッド。うまくやれそう。大丈夫だ。レッドなんとかじゃん。レッドなんとかじゃねえや、なんだっけ。柱が2本あるわ。かなりの力が必要よ。ジェダイの力をかなり。わかった、やってみる。あれじゃん、あのダースモールの組織。おい、カル、この針を動かそうとしたが。ああ、ギャブスが教えてくれた。ぬるって出てきたね、今。これを何、動かすってこと、下行くってこと、これどういうこと。下っぽいね。ほんほんほん、火出ちゃってる、やばいです。ギャブス、船を下ろすように双子に伝えてくれないか。わかったわ。いける？待って、工場の通風口があるけど入るには高温ね。タックするわ。ほ、これ上くっつけるんじゃね。お、タック完了。かなり深いから気をつけてね。俺は慎重だ。あら、ガリダで死にそうになったのは誰かしら。船一艘で勘弁してやるわ。おい、俺が広めておいてやったんだ。おい、サンキュー。あんた来た、乗って、今降ろすわ。乗って、乗ったぞ、ギャブス。チーズ、チーズ、頼むわよ。こっちか。オッケー。さて、私と可愛いアシスタントのハックの出番ね。そんなところから入れる？元老議員さんに今までのお礼をしないとな。議員のターミナルにアクセスする。こんなフロントガラスみたいなところから。ここは？ここ入れません。まだやることが残ってたな。端末のパスコードをよこせ。教えたら処刑される。なんでこんなところにエコーがあるんだ。どの拷問道具から使うべきかな。あ、セジャンの過去か。私は口が悪いと言ったな。さて、どれがいいかな。ああ、これは痛そうだ。よし、これにするか。説得できるかもな。血まみれの交渉。R1 を押して頭上にインジケーターがあるユニットにマインドトリックを仕掛ける。端末のアクセス権を渡せ。ダメだ。信頼。俺たちを信用してくれ。ロックを解除するんだ。お前を信じよう。アンロックしよう。はい。合ってたんだ。こういう輩からは報酬の方がいいかなって思ったんだけど、あえて信頼の方を選んだんだけど。撃て、喜んで。よし、ビディ、何があるかな。何これ、地図だ。敵だらけだ。予想してた情報じゃないな。何年も戦って敵の足止めもできてない。分かったか、認めろ。
共和国は死んだ。お前のような政治家のせいでな。私が帝国参加を望んだと。私が妥協したことで人々には未来が約束された。ウタパウには言ったよ。みんなお前を恨んでる。だが生きてはいる、うん、なぜ勝てない戦をする。幸福が苦いのは最初だけだ、カール。時間が経てば甘くなる。解放しろ。取引しよう。いや、議員。いつかお前の子供はこれを見て、ジェダイが彼らを見捨てなかったと知る。何も知らない子供が。ねえ、リズたちが腹を減らしてるわよ。借り出し件みたいになる前に早く終わらせましょう。こいつは連れて行く。ああ、食事はお持ち帰りね。まだ何かあったのかな、情報。コルさんとの地下社会。銀河元老院。ほう。他は、エコーはさっき読み取ったから、よし。こっちはいけない。ついてたな、元老議員さん。ソーゲレラとデートが待ってるぜ。あいつに殺される。ああ、それはどうだろうな。お前の協力次第だ。議員が得意なスキルだろ、協力ってやつは。ここってなんだ、誰。クープと話す。パティーサー、ブーカー、ブーカー。必要なものは手に入れたか。ああ、ソーゲレラは次に何をやらせる気かな。まずは情報を無事に渡すのが先だ。距離近いな。ギャブス、セジャンのターミナルをちょっと調べていいかしら。うん、元老議員のデータから私たちに有利な情報が得られるかも。いいんじゃない。俺たちっていうのはお前が売ってクレジットにできる情報か。正義のために戦っても自分の身は自分でね、カール。それが戦争よ。今回はお預けだ。いいわ。でも昼は君のおごりね。クーブとリズも腹ペコよ。はい。飯を買ってこいってことか。覚えていろ、カルケスティス。はい。元老議員をどうする。考え中だ。クーブとリズに元老議員の歯をいくつか抜いてもらうってのはどうだ。他は調べられるところはないので、もうそっと出ちゃっていいのかな、これ。気が変わった。帝国軍を狙うべきね。ああ、人助けをするのか。違う、お金よ、お金。ハット族なんて足元にも。きっと議員も大量のクレジットを持ってる。おお、なんや、なんや。何をしていたのだ。お前が堂々巡りをしている間、私ドーン。あ、尋問官のライトセーバー。ナイス。裏切り者をかくまっていたようですね。
ナイス、生きてたんや。やつを殺せ。なんてやつだ、尋問官。あ、やばい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 。やばいやばい、リンとクルブ死んじゃおう。ああ、リズとクーグどっちがどっちか分かんないけど、どっちか死んじゃった。おお、嘘嘘。カル、行くぞ。カル、戻れ。カル、どこ行く。戻ってこい。あ、どっかでエルニオスのか。あ、違う、死ぬでしょ今の高さ。冗談だろ。ちょいちょいちょい、ギャブスー。これは操作できない。進もう。OK。俺たちを追ってるぞ、相棒。常に一歩先を考えないとな。圧でマークされた壁に向かってジャンプ。そんなことできんの。はい、瞑想。アンダーシティミート、スキルポイントはゼロでした。じゃあ休息。じゃあ行くぞ。休息して、ここなんだけど、多分探索させてほしいな。ちょっとこっち先行こう。多分右のところが正規ルートだから、宝箱があるとしたらこっち。お、敵かい。おお、やだやだ。生産性のない人間ですね。キャラ機能低下。ザ・ワールド。OK。 なんかあるよ、あそこ。これ宝箱じゃないの？ねえ。スキムキャニスターが役に立ちそうだな。やったぜ。最大スティム増加、やったぜ。はい、はい。お肉工場か、ここ。食肉加工工場。こっちっぽいけど、こっち行ってみます。道は塞がれてる。壁を通り抜けられるか、ビディ。はいはい、できるかもな。じゃあ後で戻ってこよう。はい。
ういういういうわうわオッケー、これだけでいけるんじゃね。あ、ダメだ、来いよ。うわ、耐えられんのかよ。はい、こいつフォールオーダーの時からも強かったんだよね。で、それそうとここは開きません。なんか開けちゃいけなさそうな雰囲気がありますけど、隙はこっちに。はい、欲しい。こっち行きまして、シングルでいい。こういう時はシングルでいい。やっぱお肉の工場ですね、ここは。何のお肉なのかはちょっと分かんないですけど、何これ。フォースエッセンス、ここは登れません。うんうんうん、ここ開かない。何かいるんだよな、ここ。あ、まだ行ってないところある。やった、この辺にいるぞ。ここ行けたんかい。R1 長押しと、まるで一時的に混乱させ味方と戦わせる。どうなるかちょっと見てみよう。何か変だ。ポゼッションじゃん、あのあれの。なんだっけ、こんな風に使うことになるとはな。タイタンフォールじゃなくて、なんだっけ、あの海底の都市で戦うやつ。忘れちゃった。トルーパーでいっぱいだ、注意しよう。アイボン L2 って出た、これか。そのまんま行こうとしてもダメだよね、多分。あ、ちゃんと、ま、ん？ここはさっきのところか。敵は見つけたか？いや、そっちは。ここから。オッケー。やばいやばい。ザ・ワールド。あ、痛い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 。ちょっとスタイルを変える。俺に当ててみろ。はいはい。あ、いた。
あ、痛い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 。この距離はさすがに当たるか。ここは何もないです。 OK、 リムいいか、リディ回復。リディワン、こっちだ。ハッキング。もうここはたくさんだ。ここ攻略の仕方合ってんのかな、この壁の。あ、鉄拳のパッコン。コルサントペイント、コルサントペイントって何？メイソー。スキルポイントがありません。休息します。武将ひげ。生存者。へえ。シャツ。へえ。ジャケット。これいいな。これやっぱヒゲのまんまがいいかな。クリーンはあのフォールンオーダーと同じになっちゃうからね。せっかくだからこれで行きたいよね。クリーピングスイン。ボードアクーナ。ブラボー。へえ。ギャブス。魔法聖じゃん。クーブとリズ。ここ開きそう？開かない。戻ってきたけど、あれナインスじゃない。 あれだ、あの棒術の中ボスのやつだ。なんでこんなに貨物がいっぱい積まれてんの。ちゃんと処理しろよ。すぐバレる。俺たちの力を見せてやろう。え？おお。みんな生きてる。カル、元気か？乗るか？乗る乗る。尋問官を連れてく。
援護頼む。分かった。尋問官連れていく。そんなことできんの。船を何とかしないと。奥です。トリラがやったやり方と一緒ですね、これは。あ、痛そう。絶対どっか折れてるっしょ、骨。まあ、フォースで、ん？下手したのか。おお、折ったん。ケスティス。はい。よし。お久しぶりです。おい、痛い。それ何回もやられた。うん、プレゼントどうした。戦いで見せろ。うわー、やだ。危ない。ムービー入った。見事だ。はい、どうも。だが心は傷だらけだ、ケスティス。私にはわかるぞ。ああ、お前が死に導いたバカどもへの罪悪感が伝わる。これなら早く決着がつきそうだな。お前の次の動きが読める。そんなことしないで、ザ・ワールド。お前をひねりつぶしてやる。あっ、こっと。痛い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 。ダメだー。あ、そういうことか。わかった。読み取られないようにしてんのか。うおー、こう。やや、じゃあ回復。あ、ビリワン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 、スティム、スティム。ビディワンスティム。ケスティス、あたしは食い物で遊ぶのが趣味でな。おい、やるな。仲間のもとへ行け。逃げるんだな。無駄だ。ドアイヤード。スティム。読み取れない。読み取れない。ガードしてる。よお、丸押した。今、うわ、トイ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 。この日を夢見ていたよ。ジェダイはコルサンドは最高だ。
行け。うわもう一回来んの。結局あの頭にフォースシールドかけてたの何だったんだ。あスプリットセイバー、デュアルスタンスを取得。続きが気になるな。ダメか。うわいっ、それもやんのか、それも。あいけん、うわうわうわ。でなんかエレベーターになってないか。あ、エレベーターだ。え？ダメか。痛い。オッケー。あ、進んだ。見事だ。はい。だが心は傷だらけだけ。最初からもしかして戦闘。お前が死に導いたバカどもへの罪悪感が伝わる。これなら早く決着がつきそうだな。そんなことないよ。結構時間はかかりますよ。あ、私しぶといわよ。がっ、本気か。手足を一歩、これ何してんの。回復しろ、もしかして。今 L1 を押した。ザ・ワールド。これシングルブレードの方がいいか、もしかして。すごい避け方して今。未来予知してんのかこいつ。だからか当たんないの。オッケー。あ、スティム。速さが足りない。お前の仲間、攻撃してこいよ。お前も。おお、それはずいしろって言ってない。ジェダイだぞ。怖いのか。あ、どう。ボタンちょいちょい間違えちゃうな俺。
さあスプリットセイバーでいきますよ。次はどうする、ケスティス。そうはいかない。くすぐったいじゃないか。何やばいよ、そんな2回も3回もやんないでよ。はい、あ、ブラッカ出身ってことも、デュアルスタンス時三角長押しでフォースを消費して弾頭を含むほとんどの攻撃を自動的にパリする。やっとぜ。朝な？誰？朝なって。ナイスの本名？かつてはジェダイ騎士だった。お前の名前はマサナ態度。マサナ態度。死んだ？うん、死んだ。ああ大丈夫だ。これは、スピードが上がる。一度に多くの敵に対処する場合に最適。純粋に攻撃的な戦闘方法で立て続けの攻撃で敵を圧倒する。 L1 で攻撃を中断。あ、これとダブルブレードでいいでしょね。ダブルブレードはなんかちょっと多人数戦特化っていうところがあると思うんですけど、スプリットセイバーで、スプリットセイバーじゃない、デュアルセイバーで、あの、ボス戦とかね、対応できればいいかなって。ゴングドロイド挟まってますけど。ゴングドロイドが挟まっておりますけども、ちょっと待って、ゴングドロイドを引っ張ることはできないです。どうやらこれは俺の力不足ということで。スタンススキル1ポイントしかないんか。フォーカスサイト、これ欲しいけども、けどもフットワーク強化、ギャザリングテンペスト、ボルテックスダイブ、デュアルでバックステップスラッシュ、 L1 を長押ししながらもう一度四角を押すと攻撃を行い、後方に跳躍してターゲットと距離を取る。
なるほどね。ええやん。これは何？っていうか、なんかマネキンに、マネキンっていうか、練習用の人形に変わってる。あれか、最初の1回目で倒れちゃうからか。生きてるやつだと。これいいんじゃない？これアンロックします。ね。L1 長押ししながら四角ね。OK。覚えたぞ。じゃちょっと休息しましょう。スティムもないんで。ね。さあ行くぞ。次はどこでしょうか。どこでいい。どこでしょうか。どこでしょうか。そこ入ってエレベーターがあって、ここ入ってエレベーター。ゴングドロイド、ゴン食うか。下へ参ります。ボード、ブラボー、聞こえるか。こっちか。マンティスに戻ろう。みんなも脱出したならハンガーで合流する。無理なら。お、指名手配犯。やったぞ。おお。おい、おい、おい。なんかあれ見てたら、おお、まだおったん、まだおったん。これで、あそこなんだ。なんで？もう意味わかんない。届くよあれ。危な、危なしらんなんですけど、三つ星危なしらん。カルはブロックスタミナが空になった瞬間、一時的に硬直して無防備になる。デュアルで行こう。おお、来い。本気だよ。今日初めてやったんですよこのゲーム。フォールンオーダーは一昨年やってましたけど。うい。それは良しとして、スキャンシーの航空管制所、スカイレーンパーチ。これ上行けるな。天井に登る。ちょっと待って、これ正規ルートじゃね？探索は？一旦ちょっと探索をさせてほしい。
あはあ、ボタン間違い、あはあ。ああ、でも、行くしかないね。行くしかないじゃない。もう、おう、ハンガーです。開く？これ、開くんだ。ちょっと他に、めぼしいものはないですね。あ、仲間や。フォード、こんちくしょうのおかげでな。どうした？大丈夫だ。撃たれた。尋問官はどうなった？死んだ。でもギャブスが、リズたちも、俺はみんな役目を果たした。最上階に出て情報をソーゲレラに送る。はい、それを手向け者にする。そうだな。ビディ、船に連絡を。くそ、最近のタクシーは危険だな。ブラボー、援護を頼む。任せろ。よし、俺が気を引く。隙を見てやれ。さあ倍返しだ。前線で会おう。なんかボードを死なないでほしいな。なんか強いし。こっちはいけません。こっちはいけません。なんか後々入れるようになりそう。これはエレベーター。持ち場に着く。援護は任せろ。やるか。瞑想場、瞑想。あるのはフォースのみ。瞑想、瞑想。ちょっと待てよ。フォースでテレキネシス、レンチングプル。彼の最大フォースが増加。アドルドマインド、混乱中の敵が敵同士で攻撃する時間を増加させる。いいじゃない。お買い上げ。で、そしたら休息。 OK、 行こうか。敵が近い。背中を待つ。もうダメだ。オッケー。助けてくれ。よし、ほらよ、集中しろ。やれ、やっちまえ。お、なんか今目のマーク出たな。オッケー。やばいぞ。ナイス。ボードがいい仕事しますね。オッケー、やれ。ああ、落ちんかった。あ、マンティスだ。ダメだ。オッケー、いける。おい、痛い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 。スティモーン。
OK。 オッケー。俺たちはいいチームだ。そうだね。もう探索はもういいか。なんかありそうだな。回復しとくか。なんかあるかな。ないか。ここは入れない。あとマンティス久々に見た。シェアとかいんのかな。シェアとかメリンとか、シェアとかメリンとかメリンとかシェアとかメリンとか、あとあのなんだっけ、あいつ料理が上手な人。Z95 か。いいね。ボード、あれは任せる。大変な脱出になる予感だ。二人とも空で会おう。Z95? 楽しい初仕事だったが、まだ給料をもらってないぞ。一尾子。マンティスの位置だ。落ち着いたら会いに来てくれ。その時払う。うん。そうか、信じてるぞ。情報見たろ。まだ仕事はある。また会おうな、ビリー。ボード。フォースと共にあらんこと。お前は強いから。だが空はどうかな。Z95。X75 と違うんか。どうだ、ビリー。ああ。とりあえず、安全な場所を探すのが先だ。いける？え、もしかしてマンティス操作できるとかある？ないか、さすがに。メンテナンス中のようだ。表面を突破し高速にジャンプを。承知した。長居しすぎてしまった。うん。敵が来たぞ。わあ。合図でブレーキを。後ろに降りる。了解だ。おお、かっけえ。いいぞ、みんな。今ので最後か。お別れは苦手だな。言うから来ちゃったじゃん。来る。俺が離脱し引きつける。頼んだ、ボード。生きろよ、じゃら。おお、振り切れない。今行く。入れる、あんな狭いところ。もう行けるんだ。うまくいったようだな。あんたに習った。レグスさん、あと少し。上からさらに来るぞ。最後もだ。まずい。ああ、ブラボー。ブラボー。ああ。でもブラボーが乗ってた Z95 の。破片がすごい刺さってる。情報を送るからスキャンを頼む。よし、役立つといいが。
でもボードまだ生きてるでしょ。おちゃんと取れてるか。クリス生きてんの？あ、違う、これ録画か。さて、これを望んでいた。この本はジェダイアーカイブの写しよ。すごいなしや。ちょっとお茶飲むね。帝国に奪われたが、我慢よ。戦争はすぐには勝てない。でもやらなくては。これ思い出か、記録か。メニー、銀河は広いの、BD。 私も片鱗を見たに過ぎないわ。いつかはダソミアに戻るわ。シスターに学んだことをささやくの。あなたはダメ。俺は早々家族伝来の料理は披露しないぞ。あ、そうなんだ。どうなんだメリー。あんまうまくないんか。とても美味しいわグリーズ。みんな気使ってる。そうか、よし、全員から金を取ろうかな。何か焦げ臭い気がしないか。つけっぱなしじゃない、なんか火つけっぱなし。こいつらどこ行っちゃったの？ジャイロが。なおさら。ジャイロ。はあ、俺たちを売り飛ばさない港はあるかな。攻防整形を。攻防整形？そこにいるということか。何もない辺境に隠れるのにうってつけだな。マンティスを修理できるのはグリーズだけだしな。あ、生きてるんだ。生きてはいるのか。でもさ、あれ、グリーズの店に行く前に片付けよう。散らかすとうるさいからな。ボードのさ、ボードにあれ渡したじゃん、ビーコン。あれボードが捕まってさ、あれしたらやばいんじゃないの、捕らえたら。アセンブリ、作業台がアンロック。これをワークベンチに戻そう。植物のところ全部工具箱になってる。瞑想部屋は？あれ瞑想部屋この辺になかったっけ？あれ瞑想できなくなってるぞ。どう思う？作業台。スタイルを変えるか？はい。どうしようかな。ライトセイバー、ジャルタパル、ペイシェンス、ペイシェンス。ワンの頃のやつってワンじゃねえや、フォールオーダーの頃のやつって使えないんか。あでもあれか、 PS4 だからどっちにしろダメか。俺はペイシェンス、
資材、スターター金属、非金属、コルサントペイント、これいいや。ブレード、じゃあ僕のパーソナルカラーである紫にいたしましょうか。パー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 、最初のやつより簡単だった。 BD1 光学迷彩、頭なんかさっき手に入れたよな。足アセンブリ、でも ED1 は元のやつがいいからな。これでどうだ。スタンスはこのまんまでいい。あと少しだ、コックピットへ向かおう。工房へ向かう。よかった、瞑想できるようになってた。スキルポイントない。急速、急速に急速。なんか出てるな、ここ。気のせい？なんかこういうのうまそうじゃない？目玉焼き放置されてる。うわーすごい、すごい素早く動く。これさ、すごいあれ、なんつうの、焦点距離合ってないんだけど、これか。焦点距離全然合わないんですけど。あ、絞りね。へえ。目玉焼きあるやんけ。美味しそうやんけ。ちょっとここ写真撮っていい？フィルター、あ、フィルターある。とある船で、食事してますって書こうか。これを、こうか。スクリーンショット撮影。これをこの頭ら辺の高さにして、ちょっと後ろで俺が写真撮ってる風にして見せる。カルの後ろから写真撮ってるみたいにする。今日はちょっと、今日の晩ご飯船で食ってるからっていうあれをする。せっかくだからここのも取るか。あっちが向こう側から、いやこっち側から見た方がいいな。お、こんな出てたんだ。さっき、雨ばっかやんけ。これ今日の晩ご飯です。で、ツイッターに投稿してみよう。何人の人が反応するかな。でなんか選べる、選べない。よし、カーバーを。ここまではいいな。
カオバオ。なんだ。よし。何あれ。何あれ珍百景なんですけど。行こう。こっちのシステムは停止。そっちはどうだ。まっすぐ落ちてんじゃん。グリーズにめちゃくちゃ怒られるでしょこれ。格納庫までたどり着けない。不時着するぞ。レーデン止まらん。わーおめちゃくちゃギリギリ。ダメだな。修理しないと再飛行は無理だ。現在地はここだな。おそらくこれが村だろう。ようやくグリーズの酒場にたどり着いたが、はい、そうか。行くぞ。まあ、タイファイターに横からぶつけたことで壊れちゃったんだろうね、あれ。これはね、怒られますよ、グリーズに。綺麗だな。ブラボーに見せたかった。相棒は。自損事故じゃんっていう。あの自分で壊したんだから、その費用はカルケスティス持ちだよってなりそう。よし、グリーズは向こう側にいるらしいな。ほう、ちょっと見せてくれるか。ほう、トロントシェル。でかい生き物だな。へえ、そういうこともできるんだ。あれが目標だ。行こう。はい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 。で、村がアリーノ。こっから右に行きの。見るって出た。ルクレハルク。ちょっと待って。同盟のバトルシップがなぜここに。え？ルクレハルク級？ルクレハルクを見たのはブラッカだったな。ずっと前のことだ。待って、上に何かあったよね。ごめんよ。上に何かあったよ。アンティスの修理が必要だ。グリーズが必要な部品を持ってる。上に何かあったっしょ。ちゃんと見せて。よし。危な。瞑想？これ。瞑想ポイントっぽいね。スキルポイントなし。虚無訓練。虚無訓練ってあのフォールオーダーの時に DLC であったやつかな。パリー反射変更。パリーの練習をしよう。うえー、強ー、かっこよ。なんかヌンチャクみたいになってる。他の
よりも強いな。かっこよ。敵のブロックを3回崩す。 OK。 投げんのかっこよすぎでしょ。あ、そっか、パリしちゃいけないのか。パリしちゃいけないのね。あ、ブロックを崩すだからガードして。 OK、 ブロック。スタミナがなくなるまでブロックする。おいおい、おいおい、おいおい、ブロックしました。オッケー。相手勝手に死んだんやけど。反射変更。どこから現れたんだ。かっこよ今の。かっこよ。いちいち振り回すのかっこいいんだけど。通常の回避を3回行う。 OK、 訓練を終了する。そろそろ9時やね。9時やね。もう2時間ちょいやってる配信。2時間18分。ちょっと、じゃあ、グリーズに会ったら、一旦やめるか。今日は、もう。ね。進めぞ、BD。探索をしたいのよ。おそらく、こっちが正規ルートでしょうけど、上登るルートはリーの左行きてえけど、左行きてえけどの我慢してここ行って宝箱アリーのボタン間違えたね今ね。スクラップヤード。あそこなんか入れないみたいなんだけど、調べましょう一旦。お前が乗り気でよかった。ルクレハルクはこの先だ。でも門は機能してない。後で来るんでしょうおそらく。左ちょっと行ってみたい。なんかある、なんかある。フォースエッセンスじゃねえあれ。エコーだ。参考者。壊れた、なんとか機械。読めなかった。いや、足、あいにく、おいと、喋ってるでしょ、まだ。足合いにく額がないもんで、難しい感じは読めねえでございます。
セバペット。はい。ヒデを見て動きや攻撃のヒントを得よう。へえ。あ、待って。なんか一人さ、セバペットの左側になんか空白があるよ。あ、空白つってもあれじゃないです。あの最強の兄弟のことじゃないです。あ、違う、あれだ。原生生物のマークって意味ね。あれ。これ、こいつらは帝国軍。またなんかあれかな、賞金稼ぎとかとも戦うでしょう。十中八九。うわ、急に来た、急に飛び出てきた。飛び出ないで。錆びてる。この辺りは何でもそうだな。壊れた採掘ドロイド。なんかこれ壁走りできるよ。悪くない。パイロライトのかけら。Eディバイザー。まあいいや、何もなさそうだぞ。何もなさそう。ここなんかないか。そう、もうそしたらね、行きましょう。グリーズに会いに行きましょう。これは？これは動いてねえな。錆びてる。おそらくあそこ、後でショートカットにできるのでしょう。船を確保しろ。B1 バトルドロイドじゃね？おい。バトルドロイドか。分離主義勢力のバトルドロイドですね。クローン戦争で独立成型連合軍の一般兵となった。通商連合が配備した OOM シリーズのドロイドの後継で、 B1 バトルドロイドは戦闘力が高いとは言えないが、その代わりにオートマトンの粘り強さが評価されている。ブラスターやセーバーで簡単に撃破できるが、それでも注意を払うべきだ。え、あの船はベトナムレーダーの島だ。賞金稼ぎじゃね、あれは。確保しろ。生存者はいない。ゼロ。分かったか。かかってこい。開いた。俺は敵じゃない。いや、でも俺しかいないから。俺が知ってる分離主義者とは違うようだ。ベッドラムレイダー。グリーズは何に巻き込まれたんだ。ベッドラムレイダー。レイダー歩兵。工房を徘徊するレイダー歩兵は、不法侵入者とみなした相手を攻撃する。うん。なんか彼がこっちの方見てんだよな。もういいか。来ない。
そういう時にこうです。スキャン。ああ。押しつぶされた炭鉱者。パイロライトを探していたのか、少なくとも一人の炭鉱者が、なんとかに掘られ、安全が確保されていない洞窟の中で、落石に潰されて死んだのだ。あいにく自分、額がないもので。難しい感じを、ビンポンパラン、ビンポンパラン。グリーズは住むのにいい場所を選んだな。そうか。まあでも帝国軍から狙われないっていう意味ではいいかもね。これ登れそう？おい、やめて。どれだけおしゃべりなのか忘れてたよ。ちゃんと最後まで聞けばよかった。ここはどこ？そういうことね。これをしよう。これでショートカットできる。やったな。これで少しは楽になる。やったぜ。こっちか。B2 バトルドロイド。危なしな。ドロイドには新しいマスターができたと言っていいと思う。はい。結構グリーズのところまで距離ありますね。わっ。沈んでる。急ぐぞ。よくない、よくない。タール。気をつけろ。固まっちゃうじゃん。パンツ固まるぜ、これ。今、ちょっと、入っちゃったから。これどうすんだろう。爆発するのか。気をつけよう。爆発するのかっていうか、爆発させたんだけど。でショートカットができるの。あれは何なんだ。これはスキャンできんか。これはスキャンできんか。
可愛い子がいる。助けてほしいのかな。船沈んじゃったよみたいなこと言ってる。あ、もしかして俺のせい。船が動かないのか。俺たちと同じだな。お前も頑張れよ。なんかこれできない。できないか。宝箱ある。宝箱あるけど、ここはなんもないか。なんもないね。よし。ここなんか後で来そうだな。あ、違う違う違う、またボタン間違えた。ちょっと他のゲームではその物を調べたりするのに三角使うんすよ。なんかそれで間違えちゃって。確実に近づいてるぞ。あのでかいやつの先に道がある。まだまだ行くぞ。道合ってる、これこっちか。 B1 いるよ。かわいそう。なんかでかいやついる。いやん、後ろにも一人いる。あーにゃん、あーん。ちょっと9時だからちょっとやめよっか今日の配信。経験値の回復。あー、そっか。ちょっといいところまで行ってセーブして終わりましょう。いいところまで行ってセーブして、多分これもリセットされてはいない。あ、ショートカットは残ってる。で、方向を間違えた。もっとなんかショートカットあってあるわ。ちょっと待ってね、戻りたいんだけど向こうに。オッケー、戻れた。あったわショートカット、忘れておったわ。ちょっと腹減ったから俺も飯を食いたいんです。 OK、 後で来るから助けてあげるから。で、危ない、あわわわ、あいつから先にやるか。わあ、ダメか。経験値を回復し、いや待てよ、侵入者を検知、ダメだった。遠距離用兵器ノイダウン。
状況を査定し、無駄だ、攻撃を開始せよ。ドロイドはあれか、効かないのか、マインドコントロールが。で、こっちか。なんかあるよ。エコー。あのレイダーたちは人殺しに過ぎない。そうだね。瞑想？これ。瞑想。じゃちょっと、キリギリス、ここで終わろうか。ファストトラベルあるやんけ。ファストトラベルあるやんけ。思ったより広いです。思ったより広いのです。スキル、スキルポイントなし。トレーニング、トレーニング、なんか新しいのない、ないか。さすがにそんなポンポン出ないか。R 上級パリ。適切な瞬間にカウンターして一部の攻撃をパリする。ブロックゲージがなくなるまでエレクトロスタッフをパリする。あれ、来い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 って。うん、それじゃない、それじゃない。あ、そっか、2回やんの忘れてたよ。君あ、もう一回やんの忘れてた。早く殴って。おい、それじゃない、それじゃない。もう一回やって。ドゥーン、来たよ。もう一体いるよ。いいよ、おいで。違うね、今のは。あ、もう一回だった。お願い、来て来て。うわお。うわー、それじゃない。お願い、もう一回来て、もう一回来て、もう一回来て。おら、おら。やったぜ。ジャスト回避。来い、来いってば。ああ、早すぎたか。避けたら死んだ。ライトセーバースロー。ちょっと待って、オッケー。やったぜ。じゃあ今日この辺でね、終わろうか。ご視聴ありがとうございました。もう9時前だし、お腹空いちゃったよ。バイバイ。